イノシシカ、イノシシカは、コニューズナクジラ玉ズメめクイノシシア木、イノブタア木に属するイチカ。指先がヒズメになるシカやカモシカなどと、同じ玉ヒズメ類の仲間で、神経質な動物である。イノシシカの属するクジラ玉ヒズメ類は、新生代四神魚の魔獣類の第二次、適応放散において現れた、植物食有ヒズメ類のグループの一つである。 当初はもう一つの植物食有秘詰類の大グループ、キヒズ詰類に先行されるものの、続く全身魚において本格的な放散を開始する。イノシシ科の属するイノシシア目、イノブタア目では、全身魚に現れたアルケオテリウム及びダイオドン、ディノヒウスなどを含むエンテロドン化が先んじて繁栄している。このエンテロドンはな太いの胴体に短いシシ 長い噴部を持つ大きな頭蓋を持った大柄なイノシシに似た生物である。このグループは、死列が魔獣類の基本形の44本であるなど、祖先的な形態を多く止めるが、死感の跡が2本になるなど、イノシシ化などよりも特殊化した部分を持っていた。このグループは、ユーラシア大陸及び北アメリカ大陸において繁栄したが、中心余に至って衰退し、 代わって、イノシシカ及びペッカリーカからなるイノシシジョウカが、その地位を奪っている。主に新大陸においては、ペッカリーカが分布し、イノシシカは、旧世界に拡挙した。イノシシカは当初ユーラシア大陸のみに分布したが、中心を前期に、地続きとなったアフリカ大陸へ進出している。これらのイノシシたちは、初期の人類たちの居住域近くにも分布し、その化石は、大鳥や主の遺跡より、 人類の化石と共に多数出土している。イノシシカ全体の進化傾向としては、後期のグループになるにつれ風が伸長し、上学剣士が際立って発達していくことが挙げられる。しかしその一方で、原生種に至るまで、シタンは四本の跡を保持したままである。これは、姉妹軍であるペッカリーカが、シタンの指を減らしていることと対照的である。頭骨。 特に噴部は前後に長いが、ペッカリイカほど高さはない。牛や羊などよりも脳箱は大きい。噴の身長とともに、歯列も長くなっているが、イノシシカは剣歯などに独特の形態を持つ。上下の剣歯は牙状に身長しつつ、互いに噛み合うことなく顎の外側へと湾曲していく。上顎剣歯はさらに髪型へと伸び上がるが、中には、 バビルサのように鼻状の皮膚を突き破って、眉間の側へ巻き上がっているものも存在する。九種は特殊化した絶滅属を除いて、基本的に低種間のブノドンと球状馬、球状馬とも、口頭が鋭くなく、球状となっている歯である。この形態の葉は、熊など雑食性の動物によく見られる形態である。摩耗した薄バは、同じく雑食である人のものと告示している。 胴体は、がっしりしており、損傷。死は細く、やや短い。死体に関しては、跡の数を減らしていく傾向のある、エンテロドン化やペッカリーカとは異なり、4本の跡を保持している。死を構成する骨の数は25本で、祖先的な形態を保持したままであるが、走行に支障をきたすことはない。中指及び薬指の大きなひずめは会場になって、おらず、 物を掴んだり支えたりできる構造になっている。体表は多くの種では合毛で覆われるが、バビルサなど体毛をほとんど持たないものも存在する。耳は大きく、頭部の髪型に直立する。目は比較的小さいが、サイズ自体は人のものとほぼ同じ大きさである。また四角などの機能も同様である。眼下は頭部側面についているため、 約310度もの広い視野を持つ。イノシシや豚において最も重要な器官の一つは花である。花先には多数の神経が集中しており、鋭敏な感覚器官となっている。また、花には軟骨のパッドがあり、これを使って地面を掘り返すことができる。また、嗅覚は鋭敏である。消化器官に関しては、半数獣やクジラ、カバ、ペッカリーなど、 複数の胃を持つ者の,の多いクジラ玉ひずめ類の中にあって単純な形態の単位を持つ。これは犬、猫など食肉類や人なども同様である。しかしそれらとは異なり、糞門付近が拡大している点が見て取れる。これは、イノシシカの胃が食物を貯蔵する機能を備えつつある、進化傾向される。陸上の玉ひずめ類は、全身魚から中心魚にかけて、 森林から草原などに進出し、それぞれが異なる進化を遂げていった。アフリカの広大な草原には、牛の仲間が、ツンドラや、温帯の草原には、鹿の仲間が、開けた、山岳地帯には、ヤギや羊の仲間が進出を果たしている。しかし現在もその多くが、森林に残る、イノシシ類は、そのまま祖先的な特徴を色濃く残し、また、単純な構造の意を持ち半数をしないため、 栄養価の高い食物を必要とする。つまりは農作物の志向が高いということでもあり、その農業被害が各地で問題となっている。雑食性で地下茎や好み、昆虫類、蛇など何でも食べるが、その身体的構造から見ても本来は植物質が中心である。繁殖力が強く、アフリカ大陸からヨーロッパ、アジアにかけて広く分布する。 家畜が野生化したものを含めると、艦隊を除く、世界中に生息している。現在16種が分類されており、4族から8族にまとめられると考えられている。特に東南アジアには、他種が生息。豚もイノシシ科の一種であるが、豚はイノシシが家畜化されたものであり、この2種は同一種、スーススクロファにくくられている。夜行性のものも数種見られるが、 基本的には、中高性である。というのもイノシシ類は色覚を持つと言われ、青を中心とした色に反応を示すのであるが、これは彼らが元来中高性であることを示唆している。しかし視力そのものはそれほど発達しておらず、敵や餌の発見は、嗅覚、聴覚に頼っている。見通しの良くないヤブや森林に生息しているため、そのような進化を遂げたと考えられる。 イノシシと人との関わりは古く、100万年以上前まで、遡る。アフリカにおいては、初期人類と一部分,分布域が重なっており、人の先祖である、ホモエレクトスの遺跡からは、処分跡のあるイノシシの骨が出土している。それ以降も多数の遺跡でイノシシを狩り、食べていた痕跡が見つかっている。また、家畜化されたのも、紀元前9000年ほど前と推定され、 中国などの遺跡から豚の骨が出土している。鋭敏な嗅覚を利用し、ヨーロッパでは地中のトリュフ探しに稲と共に豚も利用される。これはトリュフが発散する化学物質、ステロイドホルモンの一種、ゴアルファアンドロストールが豚にとってはメスを引きつける、性フェロモンだからである。本家の動物は人体寄生性の手に赤常駐のうち、 人と犬が収縮種となる夕張常虫、サナダムシの一種の脳虫、幼虫を内臓、筋肉内に宿していることが多い。十分火を通さずに肉を接触すると体内で成長して、成虫となり、消化管に寄生する。そして、この成虫を宿している人や犬から排泄されるその、卵を蛍光摂取した豚などの体内で、脳虫となる。人は、中間宿主にもなり得るため、 人々感染も成立する。脳虫は、内臓、筋肉内だけでなく、脳に入り込む場合もあり、流行値では、転換の原因にもなっている。人、脳中、生虫卵、イノシシ類、卵、脳中、ト。これがあり、針状虫の生活感であり、脳中感染肉の生殖を避けることによって、この寄生虫の生活感を立つことができる。絶滅、イノシシの仲間には、 考察による遺伝的格乱もあり、分類が不確定な種、亜種も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。